誕生日おめでとう。ありがとう。何歳になったんやったっけ。22歳。いや、若返っとるやんけ。いや、というわけで、今日はね、お泊まりです。あー、やったやったー。忘れー、不安やった。ホテル浦島っていうところに、泊まりに、こう山全体に作ってるみたいな。はあ、めちゃくちゃでかい。すげえな、それ。でホテル内に温泉がね、5種類。え、すげえ。で、夜はマグロの懐石です。マジっすか。はい、ありがとう。ホテル浦島の駐車場、バスでフェリー乗り場まで行くね。あ、そうな。うん、出発。止まってんのかな。浦島、来た来た。なんかイルカが帽子かぶってる。ちゃうやん、これ亀やん。乗船。はーい。おー、出発。これやで、上もね、ホテルやん。着いた。チェックイン。ありがとう、チェックイン。はい、とりあえずお部屋行こう。うん、はい、これローソン入ってて、何でも揃うな。試食もいっぱいやな。もう飲んじゃう。うん、うん、笑った。もうお酒購入。はい。すごい、このボタン。年季入ってんな。年季入ってんな。久しぶりにホテル泊まる。お、浴衣。ありますじゃん。どうサイズ。え、いい感じ。あれ？え？あれ、これは逆？嫁修正中。ほな、お誕生日おめでとう。ありがとう。最高やね、昼間から飲むの。うん。どうやってお風呂回ろうか。ね、一番有名なのがこれ、防気道。これ入って上がってそのまま滝に行く。なんか腹立つ。何がやね。これも腹立つわ。なんなんこれ。ほなじゃあ洞窟風呂に、ね、入ろう。大洞窟温泉。いや、なんか広いな。ほな夢ぐりスタンプ押しとこう。押し方強っ。いや、イミグレーションのさ人ちゃうからさ。よく気づいたな。あ、気づいた。その人のモノマネしてて。あ、そうな。すごい中、勝手にできた洞窟に勝手に温泉も湧いちゃった。すげえ。すごいな、もう洞窟の中やすでに。ほな、じゃあ30分後。30分後集合で。はい、上がった。どうやった？よかったね。うん、いや、これは面白いわ。なんかね、すごい温泉やな。うん、すごい温泉。のぼせんようにお水も飲んどこ。うん、飲んどこ。ここなんかご飯食べれるな。ホテルのね、レストランとかもあるけど、ベッドこうやって、ね、テナントみたいに入ってるな。すごいな。滝の湯や。じゃあ、ほな。どうやった？上がった。あのね、うち湯って言いながら露天風呂もあった。ああ、そうなんや。てかな、さっきお風呂出た時元気なかったやんか。体重がまさかの爆増しててさ、元気なかったけどさ、測ったら元に戻ってた。そうな、もう一生お風呂入り続けよう。じゃあ満足いくまでお風呂入り続けといて。グダグダマン、グダグダしたところで、そう、あ、こんな屋外の渡り廊下寒っ。すごいね、またこれ雰囲気が洞窟や。バイナラ。というわけでご飯。このエスカレーター登った先な。長かったな。いや、まだあるわ。え？あ、もう終わりや。ここや。あ、なんかビュッフェもある。グリーンヒル。美味しそう。お誕生日おめでとう。
塩一枚のより美味しい。うまいね、もちもちしてんだよ。ねえ、あ、サラダとかあるの。サラダある。うわ、アサリの酒蒸し。こんなんもいいの。サザエのつぼに、マグロの作り。ワカも忙しい。忙しいな。なんかとりあえず取って戻ってきた。すき焼きできてるよね。すき焼き、うまい。うまい。はい、じゃあ乾杯。ちょっと読めるか。お腹いっぱいになってきた。でも食べる。これはマジヤバい。ローストビーフと蒸しアワビも追加。もうね、多分無理。バイキング第2弾。うまい。あ、うまそうやな、これ。うまいっす。大丈夫？うん。え、ここで会計な。無一文やねんけど。じゃあ必死の第3弾。お寿司ゲット。梅干しにご飯に味噌汁も、うん、第3弾。私は梅干しとマグロ。デザートチーズタルト。これ何これ。それもじゃあ入れとこうか。ちょっと飾りこれ。みかんまんじゅうって。あ、そうなの。じゃあそれも。いっぱいやな。お腹痛くなってきた。まあいいわ。お腹痛くなってきた。修行やな。はい、じゃあコーヒー。もうまあまあ修行。でも前菜も食べなきゃ。よし、食べんでー。もうお腹がね、ピリピリしてる。私も。うまっ。お前バイキング好きなところをあげるとしたらデザートに。いっぱい食べれるやん。デザートもうまいわ。全然なくなれない。こんなにいったヨガレと思ってパンナコッタ増えた。この段階になってきたらコーヒーが一番うまい。飽きまへん。じゃあラストは梅干しとお茶で。え？最後が梅干しとお茶。ほな大くん、お財布がないから後で払えるか払われへんか聞かなあかんで。そうはね、ここに伝票となんか金額が書いてるのがすごい気になってるな。チェックアウトに行って大丈夫。あ、はい、あ、よかった。よかった、チェックアウトの生産。じゃあ部屋戻ろうか。お腹痛い。これはもうちょっと負けやない。これここまで来ると逆に。朝になった。朝食バイキングや。朝風呂。これ何回目の風呂。何回目。6回目ぐらい。6回目やんな多分。めっちゃ入ってるここで。昨日なんか風呂に追われてちょっと忙しかったから。まあゆっくり入ろう、まだ時間あるし。チェックアウトも終わったし、うん、で、はい、はい、いや、美味しいワンもいっぱい食べるし、温泉も疲れすぎたぐらいいっぱい疲れてよかった。温泉ばっかりやったな。温泉ばっかりやったな。ほな。